文右衛門農園の斉藤克幸と申します。自分で10代目の、農家で、まずはやっぱり米を作って、あとトウモロコシと、まあ、ネギを主体に作ってます。あと他に、まあ、多品目の野菜を数多く、まあ、年間40種類ぐらい作って、頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。